ということで福島公演終わりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、思ったよりも福島盛り上がって良かったですよ。今回盛り上がりましたね。そうですね、なんか東北はすごいシャイってイメージが福島に限らずあったんですけど、うんうん、そうだね。まあ、明日もあの岩手県行きますんで、うん、まあ、初めての場所なんで楽しみですね。どういう感じかっていうとこなんですが、まあ、この時間いつも八重流のこの道具の時間にはみんななんかあの地元のものなんか出してきてるんで、ちょっと今日はですね、まあ、福島市ということで町屋さんにはこれを食べていただきたいな。なるほど。さくらんぼですね。福島さくらんぼ、あの隣の山形県の方が正直全国的に有名だと思うんですけど、はい、あのスタッフさんもこれ買いに行ったら5軒中4個は山形県産だったっていう話をしていて、でも福島も結構作ってるんですよ、さくらんぼ。まあ、桃この後いっぱいあるんですけど、今の季節さくらんぼなんで結構美味しいと思うんで、いただきますね。はい、ぜひぜひ。美味しいね。さっぱりして美味しいさくらんぼですね。うん、私ね、さくらんぼ食べ始めると止まんないよ。あ、でも止まんなくなりますよね。わかります。僕もいつも親戚の人、親戚じゃないのか、知り合いの人で一人さくらんぼ毎年送ってくださる方がいて、うん、福島のさくらんぼ美味しいなと思ったんで、もういろいろ他にも名物あるんですけど、ちょっと自分からのおすすめはさくらんぼということで、うん、はい、食べていただきました。ということで、あの盛り上がった福島公演でした、はい、明日の岩手も盛り上がっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。